だ勝負は終わっとらんわ。俺は対等じゃねえ勝負は嫌いなんだ。何やと？お前は大吾とやり合った。あいつは強い。まともな状態じゃねえはずだ。どっちかが死ぬまで勝負は終わらへんわ。貴様、覚えとけ。勝負はまだ終わっとらんで。本部内の全員連行や。はいはい。桐生一馬さんですね。そうだ。府警四課の佐山薫です。あなたを傷害の現行犯で逮捕します。どう？悪かったな。あの、失礼ですが、伊達刑事ですか？あ？まあ、そうだが。やっぱりそうでしたか。私、伊達刑事のファンなんです。ファン？どういうことだ？1年前の事件で、本庁の命令も聞かずに単独捜査。ついには、あの神宮のマネーロンダリングの真相を暴いた伝説の刑事さんだって、噂有名なんですよ。ちょっと待て。あの事件を解決したのは俺じゃない。それに今はデカでもないんだぞ。知ってます。事件後刑事を自ら辞職、辞表を神室署署長に投げつけた後一発殴ったって話も聞いてますよ。まったくどうなってんだか。伝説の刑事ん？神室町で誓った極道との友情、人気者じゃねえか。あ、河原警部補。お嬢ちゃん、こういった手合いに憧れるってのは良くない傾向だな。本庁勤務ならもっと真面目なキャリア組の連中を持ち上げといた方が身のためだな。鬼ヶ原、あんたどうしてここに？知らなかったが、俺は今公安所属のデカなんだ。あれだけ銃をぶっ放していた男が公安のデカか。ふざけた話だ。人聞きの悪いこと言うな。もう昔の話じゃないか。俺にとっちゃ今でも昨日のことのように思い出すぜ。目の前で容疑者を殺されたのがそんなにトラウマになったのか。まあな。でも今はもう関係ねえ。あんたと会うことももうないはずだ。待てよ。それがそうもいかねえんだ。あ？お前、須藤に呼ばれてきたんだろ。奴が待ってる。一緒に来い。地下3階か。随分とおかしな場所に連れてくんだな。不安か。まあな。何しろここは良くない噂ばかり流れていたからな。地下3階13号資料室。警視庁赤瀬の間ってやつか。なあ、不祥事の間とも言われてた。おお、連れてきたぜ。伊達さん、わざわざご足労いただいて申し訳ありません。ああ。紹介します。こちら公安部外事二課課長の倉橋警視正です。伊達さんの噂は金がね。倉橋です。公安二課？どうしてアジア専門の公安二課がここに？実は昨日も伊達さんに連絡したように、今我々四課は近江連合の動きを追っています。ああ、寺田が殺された一件だろ。はい。ですが裏に海外、特に中国韓国系の組織が絡んでいるのではないかと。
海外マフィアってことか。実は私たち二課は1年ほど前からアジア系マフィアの調査を進めてまして、近々何か大きな動きがあるという情報を掴んでいましてね。予想はしてたんですよ、こんな事件が起こるんじゃないかってことを。なんだって？私は倉橋課長から内々に要請を受けまして、数週間前から神室町の様子を探っていました。すると爆発は起こった。そうです、予想は的中してしまったわけです。だがそれが四課のお前と何の関係があるんだ？五代目近江連合直参、合流会二代目会長合田隆二という男です。合田隆二、寺田殺害を実行したと思われる近江連合の実力者です。この男がどうした？実はその合田が爆発をほのめかす電話をしていたとの情報がありまして。これだけは言うとおくが、わしとあんたらは仲間やない。神室町を火の海にする目的が一緒なだけや。ことが終わったら赤の他人、分かっとるな？はあ、まあ期待していてくれ。この関西弁の男が合田隆二本人と思われます。なるほど、じゃあ四課と二課はこのもう一人の男が何者なのかを探ってるのか？そうです、この男の正体を探り出し近江連合とつながっている組織を明らかにするのが狙いです。会話の場所は？全てのノイズを除去してみましたが、場所の特定までには至ってません。で、俺じゃなきゃできない任務ってのは何なんだ？実は伊達さんにはこの男に近づいていただきたいと思いまして。え？こいつは？そうです、伊達さんもよくご存知の男です。神室町でスターダストというホストクラブを経営する男、源氏名和樹です。どうして和樹を？実は半年ほど前、一度だけ合田隆二が神室町にやってきたことがありまして、その時接触したのが和樹なんです。だがそれだけで？それだけじゃないんです。彼には和樹という名前の他に別の本名がありまして。本名？ガンジンウ。彼は歴史とした韓国人なんです。伊達さんにはそれとなく和樹に近づいて揺さぶりをかけてほしいんです。彼が韓国組織の構成員なのかどうか、それを探ってみてください。あなたと彼の間には1年前の事件で培った信用があります。これはあなたにしかできない任務なんですよ。俺だけどこへ連れてくんだ？おい、聞いてんのか？ここまで来ればもう大丈夫だわ。どういうことだ？傷害罪は表向きの口実、あなたの身辺保護を頼まれたのよ。身辺保護？逃げようとしたら即座に逮捕するわ。どこを撃たれた？大したことないわ。弾丸が貫通してない。このままじゃ危険だ。おい、近くの病院はどこだ？蒼天堀。何？蒼天堀にある葵っていうスナックへ。
あんた誰や。桐生という者だが。はっ、ちょこちょこ担当買いやがってほんまに。そんないのことしたかてな。払えんもんは払えんよ。え、あんたみかじめ取りなんちゃうん。佐山薫って女知ってるな。薫がどないしたん。怪我をしてる。どこにおるんや。車に待たせてある。はよ連れてこんかいな。おい、しばらく寝てろ。
ちゃいます。いらっしゃいませ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。ありがとうございました。見とんねん。
おい。病院にいたのか。手慣れたもんだったな。かなり昔のことや。やっぱりか。佐山とはかなり親しいようだな。親しい？当たり前や。うちはこの子の親や。え？まあ血はつながってへんけどな。一応これでも母親や。義理の母親ってことか。そういうよりも育ての親っちゅう方が近いな。この子孤児やねん。孤児？生まれてすぐ両親が死んでもうてな。そやからうちが育てたんや。そうか、道理でな。どないしたん？いや、実は撃たれた時、あいつは葵って店に行けと言ったんだ。それが何なん？普通人間はああいう状況下で店の名前を言わない。母親や父親のことを先に言うんだ。へえ、そういうもんな。なんでわかるん？俺も孤児だったからな。そうか。まあカオルにとったらうちはほんまのおかんちゃうしな。すまん、気に触ったから。ああ、いえいえ、気にせんといて。うちは全くそういうの気にせえへんから。そうか。そんなことよりあんた、カオルと同業？それとも探偵さんかなんか？いや、そんな立派なもんじゃねえ。え？なんなん？まあ、警察の敵って言ったところだ。え？ママ、おしゃべりしすぎやで。痛むか。あんたに心配される筋合いじゃないわ。あんたちょっと、ここまで運んでくれはったんやで。礼ぐらい言うたらどないやの。ヤクザ風情に礼言うほど私も落ちちゃないわ。あんたほんまにな。まあいい、それだけ口が利けりゃもう大丈夫だ。しかし郷田隆二がこれほど手回しがいいとは思わなかった。これは郷田隆二の仕業じゃないわ。え？合流会は力で相手をとことん追い詰めてとどめを刺す。それが奴らのやり方よ。こんなプロの殺し屋を雇うような手の込んだ真似はしないわ。プロの殺し屋？あの距離からライフルを扱える者はそうはいないわ。それにこの弾丸、どうかしたのか？通常のライフルで使用する弾丸よりも口径が小さい。殺すつもりじゃなかったのかもしれないわ。つまり相手は俺を脅そうと。さあ、わからないわ。それは直接犯人から聞くしかないわね。どこ行くの？雇い主を探す。このままじゃ俺は誰と戦えばいいかわからないからな。それならこれ持って小副長の雀荘へ行きなさい。情報屋か。三人宅で撃っているちゃんちゃん子を着た男、あなたが冷凍はと聞くと、向こうがいつもどのくらいで撃ってると聞き返す。そこであなたはあんたに任せると答える。あんたに任せるか。そう。そしたら相手はデタラメな冷凍言うわ。とにかくそれを受けて。わかった。ちょっと待って、一言言っておくけど、あなたは府警の監視下にあるのよ。逃げるような真似しないでね。私の電話一本で即座に逮捕できるんだから。わかったわね？ああ。
な。ああ、おい。おい。横に移動します。よく狙ってください。次はどこを狙いますか？うまく狙えましたか？自動で動きます。よく狙ってください。どこを狙うかがポイントです。
動します。うまく狙えましたか？自動で動きます。横に移動します。よく狙ってください。どこを狙うかがポイントです。移動します。うまく狙えましたか？自動で動きます。よく狙ってください。どこを狙うかがポイントです。移動します。うまく狙えましたか？自動で動きます。横に移動します。よく狙ってください。次はどこを狙いますか？移動します。うまく狙えましたか？自動で動きます。おめでとうございます。また遊んでくださいね。
いや、あのマスは。キリュウさん。お。はは。うん。
おい。おい。おい。これは近江高島会や。高島。ええ、寺田。いや、東条会五代目とは兄弟分でした。そうや。この弾丸、大陸からの密輸銃でしか使用できんタイプの特殊なもんや。今関西でこのルートから武器を調達しとるんは近江高島会しかない。高島が他に流してるという線はないな。あの高島っちゅうやっちゃそないな危ない橋は渡らんのや。他に流して足つくような真似はせん。密輸はあくまで安うてええ武器を手に入れる手段でしかないんや。だがどうしてそこまで分かっていて警察は動かないんだ。さあな、そらわしにも分からん。だが、だが、おっと、あかんかん。これ以上は言えまへんわ。わしが話せんのはここまでや。なぜ高島か。じゃあ計画は成功したんだな。はい。親父の指示通り軽く怪我させる程度に。弾はどうした？それも手はず通りです。あの桐生って男がよほどのバカじゃない限り車内に残った弾からうちの仕業だと気がつくでしょう。そうか。でもどうしてこのようなことを。これで奴は誰も信じることができなくなる。今はそれだけで十分だ。わかりました。で、この後はどうしましょうか。しばらくの間待機だ。このまま泳がしとけ。時間はある。はい、それでは。なあお前、電話しとったんかい。取り調べなめとんのか。単なるビジネスの話ですよ。私もいろいろ忙しいんで。極道風情がカッコつけんなよ。こっちは裏でお前が汚いことぎょうさんやっとんの知っとんのじゃ。噂やと己んとこの組織がライフル密輸しとるそうやないか。任意の取り調べですよね。お答えする義務はないはずですが、別件の取り調べでもやるつもりですか。いや、こっちは被害者なんですよ。捕まえるなら桐生一馬の方なんじゃないですか。他の幹部連中の話と違うかな。お前、桐生の味方ちゃうんか。まさか。近江は被害者です。さっさと桐生をあの女刑事さんに捕まえさせてくださいよ。簡単な話ですよね。お前、なんで佐山のこと。まあいいでしょう。ところで別所さん、本部長から何かお達しがあったんじゃないですか。ああ、そうや、ご丁重にお帰りいただけって言われたわ。もう帰って、釈放や。そうですか。では高島、お前何企んどるか知らんが、南部府警の上層部とつながっとっても逃げられへんど。合流会の方も強な真似しくさったらすぐに同じや。分かっとんな。別所さん、もう極道と警察が喧嘩する時代は終わったんですよ。
まだ教えてもらいたいことがある。なんや。さっきの続きだ。高島の裏を教えてくれ。別料金や。それにちっとばかり値が張んで。いくらだ。30万や。いらっしゃいませ。おい。ええ。いや。
おいおい、取らせやがって。おい。ほんまでっか。わかりました。世話になったな。おい待てや、桐生一馬さん。どうして俺の名前を。あんた1億円になってしもたわ。なんだと。懸賞金や。悪思わんといてな。その首に1億がかかっとりゃ誰でも目が血走るわな。1億とは随分安く見られたもんだな。まあ登場界先代の首としちゃ安いかもしれへんけど、わしらにとったら大金や。死んでもらうで。Hmph!
首に懸賞金をかけたのは誰だ？主か！やめろ！戦国組や。あの戦国のことか。そうや。まあ、あとは勝手にやっとくんなり。寺田の公伝が必要やったら声かけてくださいや。高田高島戦国に狙われて、あんた八方下がりやで。どうして俺の首を？あんたは跡目争いのゴールなんや。俺か。そうか。ほな雀荘で桐生を仕留めることはできへんかったっちゅうこっちゃな。わかった。せっかくあの女デカの情報源を先取りして銭に困った情報屋連中を焚きつけたんですが。ないな素人、桐生の首は取れん。次の手打ちますか？まあええんや、少しは大阪で遊ばしたれや。せやけどこのままやったら合流会に遅れとります。あの若者に何ができるっちゅうね。所詮正面からドンパチやらかして無所行きがええとこや。あのキリっちゅうやつ絶対にカムロ町に戻る。そうなればあの若者も後を追うはずや。その前に10億カムロ町にばらまいてこい。わかりました。放射員で働くのはやめてうちの店に来てくれないか？ん？ですがもう放射員に入るって伝えちゃいましたし、今日からすぐ仕事を任されて。では
給料は放射員の倍を出させてもらう。それでどうだ。え、倍ですか。わかりました。放射員はやめて、あなたのお店で働きます。いい返事だ。それではこれからよろしく頼むよ、桐谷さん。放射員、ここがさっきの男を引き抜かれた店か。ああ、来てくださったんですね。お待ちしてましたよ。ん？あなたのような凄腕の経験者に来ていただいて本当に助かりました。これからよろしくお願いしますね、桐谷さん。いや、桐谷店長。何を言ってるんだ。俺は桐生だ。桐谷じゃなかったっけ。まあいいや。さあさあ、どうぞ中へ中へ。さあさあさあ。おい、小雪ちゃん、新しい店長さんが来てくれましたよ。お待ちしてました、桐谷さん。あら、どうかしたの小雪ちゃん。この方、資料に貼ってあった写真のお顔となんか違う気が。写真写りが悪い人なんじゃないの。もしかしたら気にしてるかもしれないわよ。あなたも一流のキャバ嬢を目指すなら、そういうデリカシーのないことを軽く口にしちゃダメよ。いや、でもそういう次元じゃないくらい違いますよ。人違いなんじゃないですか。人違い。はあ、小雪ちゃんったら何を言ってるんだか。先ほどはすみませんでした、桐生さん。まあ気にすんな。あんた、ここのオーナーなのか。はい、申し遅れました。私この店フォーシャインのオーナーのユキと申します。こちらはうちのナンバーワンの小雪ちゃんです。どうもこんにちは、小雪です。ほう、ナンバーワンか。すごいじゃねえか。ありがとうございます。まあでもナンバーワンといっても、うちには女の子は3人しかいないんですけどね。3人。ちなみにスタッフもオーナーである私一人です。だから最近は店を回すことができなくて、ずっと営業できずにいたんです。追加スタッフもなかなか見つからなくて、ようやく探し出せたのが桐谷さんなんです。そういえば桐谷さん来ませんね。もう約束の時間は過ぎてるのに。その桐谷という男なんだが、多分この店には来ないと思うぞ。え？さっきその男がスーツを着た男に買収されているのを見かけたんだ。給料を倍出すからフォーシャインに行かずうちに入れと。そんな。どうします。今日は久々にお店を開けるって結構お金かけて宣伝したんで、お客さん来ちゃいますよ。まずいわね。これで営業できなかったら損失は莫大。お店の信用もだだ下がりよ。あー、どうしよう。せめて手伝ってくれるスタッフがもう一人でもいれば。俺はやらないぞ。そこをなんとかお願いしますよ。今日だけはなんとか営業しないと、うちのお店はおしまいなんです。ちゃんと日当としてお給料は出させていただきますので、お願いできませんでしょうか。そうは言ってもキャバクラの店長なんてやったことないぜ。大丈夫です、うちは初心者大歓迎的な方向性のお店ですから。私たちもいろいろサポートさせていただきますし。だがお願いします、桐生さん。今日は久々にうちのお客さんが来てくださる大切な日なんです。楽しみに待っててくれたお客さんたちを裏切りたくないんです。無理な頼みであることは承知の上です。でもお願いします。お願いします。
今回だけだぞ。え、いいんですか？ああ。だがさっきも言ったように、俺は素人だ。あんまり期待しないでくれよ。桐生さん、ありがとうございます。ユキさん、そろそろ開店準備をしないと。そうね。では桐生さん。いえ、桐生店長、よろしくお願いしますね。いらっしゃいませ、お客様。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ、お客様。お待たせしました。美人さんだな。ようこそ。楽しく行こうか。フォーシャイン。盛り上がりましょう。チューズとか何か。いらっしゃいませ。また来ちゃったよ。ごめんなさい。小雪です。よろしくお願いします。今日は楽しみましょう。お願いします。間違いか。誰やと思ってるんや。そんな、まったく。女の子も困っています。お願いします。お会計ですね。ありがとうございました。ようこそ、高社員。すみません。お願いします。お会計ですね。いらっしゃいませ。お好みじゃないな。ようこそ、また来たよ。ごめんなさい。お待ちしてました。かわいいね。ダメです。ふざけてんのかよ。いけませんよ、お客様。なめてんのか。そういった行為はご遠慮ください。もうダメ。会計ですね。お会計ですね。
私また来てくださいね。お願いします。いらっしゃいませ、お客さん。いらっしゃいませ。ピンとこないな。ようこそ、放射員。素敵だよ。盛り上がってみましょう。私もうダメです。困ります。美人だな。いけませんよ、お客様。会計ですね。ありがとうございました。ありがとうございました。ふぅ、なんとか乗り切れたな。桐生さん、ありがとうございました。本当に初めてですか？経験者みたいでしたよ。私も思いました。桐生さん、才能ありますよ。お世辞はいい。だが、なかなかいい店だと思うぜ。客もみんな、この店を気に入ってるようだしな。ありがとうございます。おやおや、スタッフを引き抜かれて営業できずに落ち込んでるかと思いきや、楽しそうじゃないですか。あいつはあの引き抜きの男。神崎さん。神崎。神崎グループっていう巨大キャバクラ経営企業の会長さんです。私たちに嫌がらせや営業妨害をしているのはこの人なんです。小雪ちゃん、まだこんなしょぼい店舗にいるのかい。早くうちに来なよ。可愛がってあげるからさ。お断りです。釣れないね。ま、そんなところが君の可愛いところだけどね。神崎君、今日は何の用？また邪魔でもしに来たのかしら。きついなあ、ゆきさん。今日はね、これを持ってきたんですよ。これは？キャバクラグランプリの案内です。キャバクラグランプリ？何なんだそれは。全国からの競合キャバクラ店が集まって売上ナンバーワンを競う業界最大のイベントです。グランプリで優勝したお店は宣伝効果で超人気店になると言われています。ほう、そんなものがあるのか。ええ、ちなみに去年のチャンピオンはそこにいるキララさんが率いるお店、蒼天堀サンシャイン。神崎グループ最大、そして日本最大の売り上げを誇るお店です。どうも。なんと今回は特別推薦枠としてフォーシャインが選ばれたんです。でもフォーシャインは在籍キャバ嬢の関係で出場資格を満たしてないはず。一体どうして？いやあ、私も元同僚としてフォーシャインがこのまま潰れるのを黙って見てられなかったんですよ。そこで大会本部に掛け合いまして、今回特別に推薦枠を用意してもらったんです。ほんと感謝してもらいたい気分ですよ。よく言うわよ。本当はフォーシャインにとどめを刺したいだけでしょ。とどめ？全国から強豪が集まるキャバクラグランプリに弱小のフォーシャインが参加してもボロ負けするのは確実。大会でそんな恥をさらしたら店の評判や風格はダダ落ち。ただでさえ経営難のフォーシャインがそんなことになったら
もう生き残ることはできないでしょ。そんな。おいおいおい、ダメじゃないかキララ。こっちの思惑をバラしちゃ失礼だろ。ま、せいぜい頑張ってくださいよ、フォーシャインの皆さん。それじゃ大会でお会いしましょう。アッカンピーター、どうしよう。ユキさん、大会本部に事情を伝えて辞退した方が。ユキさん、小雪ちゃん、出よ、キャバクラグランプリ。え、でもこのままだと出ようと出まいとフォーシャインはもうすぐ潰れてしまうわ。もちろん勝てる見込みが薄いことは分かってる。でも可能性が少しでもあるなら、たとえ恥をかいてでも私はそれにかけてみたい。戦わないで負けるのも嫌だし、どうせ死ぬなら戦って死にたいじゃない。ユキさん、それに私は信じてるんだ、このお店を。小さいけれど他のどのお店よりもお客様を大事にできる、そんなお店が負けるわけがないじゃないってね。そうですね、やりましょうユキさん。よし、ちょうど決まればあとは突き進むのみ。キリュウさん、頑張りましょうね。ああ、俺もか。お願いしますよ、乗りかかった船じゃないですか。それにキリュウさん才能ありますってね。そうは言っても俺もいろいろとやることがあるし。可能な範囲で構いませんからね。お礼も必ずしますし、メリット満載ですよね。ね、まったくしょうがねえな。わかったよ。やったー、キリュウさん、絶対キャバクラリーグを勝ち上がってこのお店を人気店にしましょうね。ああ、そうだ、せっかく仲間も増えたことだし、久々にあれやろうか。いいですね。あれ、いきますよ。わー、うん、うまく決まったね。キリュウさんも次はちゃんと覚えて一緒にやってくださいね。ああ、もしかしてとんでもねえもんを引き受けちまったのか。このままやったら体が持たへんよ。ほっといて。なんであんたはそうやって無茶すんの。ママが何も話してくれへんからやないか。何でも言うてるやんか。あんたの両親とヤクザは関係ないって。だったら教えてよ、私の本当の親は誰なの。もうこの話はええわ。とにかく私はあの桐生一馬を追いかける。なんでや。あの男が登場界の人間だからよ。登場界、彼の身辺保護をすれば登場界に近づける。そうすれば過去に何があったか調べることができるわ。カール、あんた、まだ痛むか。もうなんともないわ。水一杯くれねえか。佐山です。あ、はい、ちょっと怪我をしまして。はいはい、一緒です。
え？ああ、はい、わかりました。うちの課長から。え？キリュウだ。府警四課の別所や。うちの佐山から捜査の話は聞いとるな。ああ、だが俺に何の用だ。聞いて腰抜かすなや。あんたの連れと郷田会長がどこぞの連中に誘拐されよった。何だと。駆けつけたうちの捜査員にあいつらマシンガンぶっ放して逃げよったそうや。交流会か。いや、それが外国語を喋っとったそうや。心当たりあるか。いや。そうか、ほんならええわ。それが知りたかっただけや。それよりさっさとカムロ町へ戻った方がええんやないか。カムロ町に。だがこのまま大吾と会長をほっとくわけにはいかない。逃げた車のナンバーはカムロ町方面のナンバーやったそうや。何？わしが言えんのはそこまでや。立場もあるしの。わかった、恩に着る。ええか、お前の弾四課と佐山が握ってるっちゅうのを忘れんなよ。わかった。ほな。カムロ町へ帰る。え？府警の管轄外だ。お前は残ってもいいんだぞ。あなたの身辺保護を頼まれた以上管轄なんてないわ。私も行くわ。勝手にしろ。どうしたんだ。大丈夫よ、ちょっとめまいがしただけ。まだ熱が引いてないんだな。大丈夫って言ってるでしょ。ほっといてよ。やめてよ、恥ずかしいじゃない。うるさい、ちょっとそこまで行くだけだ。ここはどこ。俺の馴染みの店だったところだ。そう。無理してついてくるからこうなるんだ。休めばすぐに良くなるわ。あれから営業はしてないようだが電気は使えるようだ。はい。
ああ、どちらまで行かれますか。それでは出発。合流会がクーデターを。合田隆二は何が何でも関東と関西の全面戦争に持ち込む腹積もりです。二人を連れ去った海外組織の正体は分かったのか。いいえ。それで大吾を連れ去ったその男は深夜の1時、天野ビルに一人で来いと言ったんだね。はい。これは罠だよ。分かっています。ですが行かないことには相手の素性も狙いもつかむことができません。そりゃそうだがね。その海外組織と合流会が裏でつながっているのか。間違いないでしょう。合田会長と大吾を誘拐するのは合流会以外に考えられませんから。俺の組事務所を爆破したのもその海外組織の仕業か。ということは神室町に詳しい組織に違いない。それならなおさら一人で行くのは危険だ。新道、天野ビルがあるところはお前の島内だったね。相手に気づかれないように桐生の警護をしてやってくれ。お断りします。どういうことだ。うちの赤い衆は桐生のおじきに組み潰されかけた恨みを忘れちゃいません。ですから警護など。バカ野郎、あれは錦山が裏切ったからだろうが。そのことは重々承知しております。しかし自分たちは錦山の親父に惚れてこの世界に足踏み入れたんです。今でも親父に対する思いは変わりないんです。組の方針に従えないのかい。たとえ登場会の大門を外されようと。それだけ。分かった。錦の男気を一番よく知っているのは俺だ。お前たちの気持ちはよく分かる。ただ一つだけ聞いておく。何でしょうか。俺に対する恨み以外腹の中に包み隠してるもんはないだろう。ありません。そうか。それなら失礼します。頼む。はい。
ああ。